セクストゥス・ユリウス・フロンティヌスは、紀元一世紀後半を代表するローマ帝国の貴族の一人だが、後世には主に、ローマ水道などに関する技術書の著者として知られている。紀元七十年に、プラエトルとなり、五年後には、ブリタンニアに赴任し、クイントス・ペテリウス・ケリアリスから、ブリタンニア長官を引き継いだ。彼は、シルレス族などのウェールズの敵対的部族を征服し、 カエル・レオン、または、イスカ・アウグスタに、第二軍団、アウグスタのための新たな基地を作り、1 5トルから2 0トル間隔で、小さめの砦のネットワークを築いた。そのような砦の一つがルンティ・ウンハムにあり、道路国旗の金山の監督と、多数の用水路の運営を任されていた。紀元78年、ブリタンニア長官職を、グナエウス・ユリウス・アグリコラに引き継ぎ、帰国。 紀元95年、フロンティノスは皇帝ヌルーアの命により、ローマの水道長官に任ぜられた。また、アウグルの一員にも任ぜられた。彼は、ローマの水道の状況について、期限1世紀末まで公式報告を出し続けた。出版された公式の技術調査報告としては、初めてのものだった。この面でのフロンティヌスの業績は、先人である、政治家、 マルクス・ウィプサニウス・アグリッパの業績を受け継ぐものだった。アグリッパは、紀元前34年、マルキア水道の修復と配管の拡大を含む一連の公共設備の修理と改善を行った。紀元前33年に、アイディリスに選ばれてから一帯一連の事業としては、通りの修繕、下水道の清掃と修復がある。アグリッパの特筆すべき業績としては、 黒赤巻島の拡張と修理、ポルチコ、公衆浴場の建設、庭園の造営などがある。クラウディア水道とシンアニオ水道の移行。期限271年にアウレリアヌス城壁に門として組み込まれた。クラウディア水道の移行フロンティヌスの最大の著作は2巻の水道書デアックウェダドでローマ水道の現状を皇帝に報告した公式文書である。 ローマの水供給の歴史と詳細が記されており、水道の利用と保守に関連する規則も含んでいる。すべてのローマ水道の歴史が、水路の大きさや水量の詳細を含めて記されており、アッピア水道、アルシエティナ水道、テプラ水道、シンアニオ水道、ビルゴ水道、クラウディア水道、トライアーナ水道などを扱っている。また、それぞれの水質についても、 主に水源が川か湖か泉かという点から記述している。水道長官となって最初に言ったことは水道の地図を作ることでそれによって保守を行う前にそれらの状態を評価できるようにした。彼は水道の多くが停止され能力を最大限に発揮していなかったと述べている。中でも農夫や商人が不法に水道を流用することを特に心配した。 誰でも水路に管を差し込んで水を無断で利用することが可能だったためである。そこで彼は取水口での取水量と各地への供給量を基調面に調べ上げ、不一致がないかを調査した。フロンティヌスは、ウィトルウィウスの前世紀の著作建築についてをよく知っていた。建築についてには、用水路建設とその保守についても記述があり、フロンティヌスは自らを、 排管口だとしたこともある。排水には都市に入る、際の高さ、水質、水量などが複雑に影響する。水質が悪い場合は、管外や庭への水やりや流水式洗浄などにしか使えず、水質が良ければ引用に使える。中間の水質のものは風呂や噴水に使われる。しかし、当時は異なる水質の水道を相互に接続して混ぜて使っていた。 そこでフロンティヌスは最初にそれらを分離することを決定した。フロンティヌスが最も心配したのは排水システムにおける漏水で、特に地下の配管では漏水箇所の特定と修理は難しく、現代の技術でもこの問題は重大である。地上の水路は石膏を良い状態に保つことが重要で、特にアーチ状の水路の点検が重要である。フロンティヌスは 水路の近くに木が生えないように保つことが基本だとした。木は根を伸ばして構造にダメージを負わせる可能性があるためである。彼はまた水路の状態管理についての現行法を調べ、新たな制定法の施行の必要性を訴えた。フロンティヌスは軍事に関する理論的な論文を書いたが、それらは現存していない。彼の著作、ストラタジャマタはギリシアやローマの歴史から、 戦略の例を集めたもので、表面上は召喚向けの本だった。また、ドミティアヌスの下で召喚として、ドイツで戦った経験も記しているが、ワレリウス・マクシムスやティトゥス・リウィウスといった、著作家の書いたものと逸話の内容が似ており、そ4作目の本については元作ではないかとも言われている。フロンティヌスは、リンゼー・デイビスの、密定ファルコシリーズという古代ローマを舞台としたミステリーに、 登場している。他にも、アマンダ・コックレルがダミオン・ハンター名義で書いた、ザ・センチョリアンズという三部作の小説にも、フロンティヌスが登場している。ありがとうございます。